久保さん、なんかね、与沢さんのライブでね、なんでそんな金持ってるのに、まだなんかそんなやるんすかみたいなね、なんか質問があったんですよ、確か。で、それはあの前澤社長とかやんなくていいでしょみたいな。僕よりね、すげえ金持ってるだろうし。うん、<laughs> だけど、じゃあ何でやるんですかっていう。だから、その、まあ、お金は大事なんだけども、なんだそれよりもっと大事なものがあるとするならば、その、熱狂できる。 要はそのやってて楽しいとなんかその燃えるものとみたいなねなんかそういうのが一番必要だよねみたいなだからお,お金はもちろん必要なんだけどもそれ以上にあのー、生きていく上でなんかないとダメだみたいななんかそういう話してたんですけど何だろうな最初はお金がないんだったらお金のためにやれよって話なんだけどもお金があっても僕たちできるんですよ お金が稼げてもできるんですよ。で逆に言うと <laughs>、僕も面白いなと思うんですけど、めちゃめちゃ金稼いでるのに、ね、もうリスナーさんからね、いやもうお金稼ぐ必要ないじゃないですかっていうところまで言ってる人が、お金稼いでない1人やってるんですよ。これもこれが、これがマジで本質的な二極化ですね。本質的な二極化。 お金がなくて困ってる人よりお金がめちゃめちゃお金に困ってない人がお金困ってる人よりやってるっていうこれが本質的な二極化ですでこれはもう、うん、この二極化を埋められないですよ、うん、だからあのー、だからそういう質問をするんでしょうね埋められないですねいってらっしゃい